もちろんプロスペース、はい、ということで今回は、自宅からお届けするということでですね、CG バックができないんですけども、音声のみもしくは映像が時たま挟まれるっていうね、ところでお送りしたいと思います。今回はですね、やっていきたいのは、あれです。初の称号チャレンジやっときました。ここまでプロスピをやり始めて8ヶ月、やっときました称号チャレンジが。その称号チャレンジをやっていきたいと思いますけども、なんと洗濯契約書で、当たったとかもらったビシエドを、称号していきたいと。でやっぱ同値にしていきたいということで、あとパワーが2いります。だパワーが2いるということでですね、狙いは圧倒的パワー、もしくは稲妻、もしくはバズーカーですね。この3つ狙い、もしくは最低でもパワーを A に乗せたいんで、パワーが1以上上がるやつを、初の称号チャレンジビシエドで、さあ何が出るか。いやーこの3つ欲しい。このねサポート、極意書はね、まあ、2でもいいから4枚使います。思い切ってね。でも最低でもねパワーが A に乗ればいいかなと。さあ初の称号チャレンジ、おおどうよどうよ、トン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 、きた飛ばし屋。飛ばし屋は何ですか。飛ばし屋はミートプラス1のパワープラス2。あ、同値じゃない。でもパワーが A に乗ったんで、まあまあいいでしょう。初の称号チャレンジ。これからね、ここまで8ヶ月くらいやってきてるんで、ちょっとずつ称号チャレンジもできるようになってくると思うんで、やっぱスピリッツが今3500あるやつした方がいいですよね。3400のやつもした方がいいのかな。3400のやつもできることはできるんですけど、これあれなんですかね、極みになってたらもう A 持ってても仕方ないんで称号チャレンジにした方がいいのか、3400でもねスピリッツが劣ってても、でも最新のスピリッツだけ称号チャレンジした方がいいのか、ちょっと皆さんね教えてくださいね。はい、ということで、いやいいっすね。まあまあこういう感じなんですね、称号チャレンジは。続いてですね、2020 OB 第3弾、3回目購入までは3回目に OB1 人確定、これやります。一番欲しいのはもう間違いなく落合さん、王さん、ジョー、福本さん、金田さん、この5人、この5人が欲しい。12分の5、結構当たる。だからこのガチャを3回やります。いや誰かな欲しいな、サードとかいないから落合さんとか超欲しい。しかもロッテだしね。さあ一発目、もうさあ、まあでも3回目には絶対当たるからね。でもそれまでに誰か当たったら嬉しい。さあさあどうなの、飛びな、飛びもしない、飛びもしない、模擬胸弱さだ。お大野、村上、若月、川原、トコだ、ロドリゲス、来い福本さん、あ福本さん A いいね。こ地道に A も取っていかないといけないね。さあ2回目、12分の5、さあどうなのどうなの、もしくは A の OB、 A の OB 当たれ、ほんま最近絶対当たれへんな。笑え笑わん、ほいおメヒア、小笠さん、山岡、大山、もう、まあ、B もとっくに向けて必要だから、はいどうぞ、久保田、さあラスト誰が当たるか。いやー欲しいのは、さあ来てちょうだい。
来てちょうだい。さあ絶対当たる時のこの演出見てるの楽でいいで、まさかの2枚引き2枚引きあるのかないのか、当たれ、ああ、どべ、割れ、終わった。さあ最後誰だ、来い、ジュー塩崎さん。まあでも同居スロー進化、いやどこまでいいのかねっていうところがありますけど、塩崎さんでした。がっかりしたらダメ、先輩だから。じょさあ、ということで、前回の動画はちょっと短すぎたんで、くっつけていきます。くっつけて。はい。新年明けまして、おめでとうございます。はい。やっと、来ました。OB 引き続き。前回はね、前回っていうか同じ動画ですけども、塩崎さんを当てましたけど、熱湯スタジアム、累計で回って、OB 契約書、手に入れました。欲しいのは、落合さん、王さん、ジョー、で、金田さん、福本さん。この5人ね。その中でも一番欲しいのは、落合さんか、王さん。この2人が欲しい。さあ、当てれるのかい。カモン！絶対1人渡る。絶対1人渡る。さあ、誰なの？誰なの？もう農園生も怖くないよ。どうせ当たるからね。さあ、来い。ドン！落合さん、よっしゃ来た。新春、ついてます。持ってます。年明けたら来た。2021年、来ました。おうし座。さあ、いいね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 。さあ、この勢いに乗って、2021年、ハッピーニューイヤー！ハッピーニューイヤー！はい。10連福袋。お一人様、7回まで。え？1回目から4回目まで S ランク選手1人確定。で、6回、7回も確定。で、5回目が OB 第3弾1人確定。で、さらに S ランクが出たら OB 第3弾確率 30%。ほら。ということは、最低7人当たります。さすが福袋。これ行きましょう。ね。落合さんもゲットしたからね。あと、王さん、ジョー、金田さん、福本さんだね。この4人。この4人を手に入れよう。さあ、レッツゴー。さあ、毎回1人当たるんだもんね。もう、だから演出も減ったくでもないね。だから2枚引きできるかどうかが勝負だね。さあ。だんだ、2枚引き来い。当たれ。ああ。さあ、誰が来る？グラシャル、千賀、高梨、グラシャル、ヨーカ、杉浦、岩下、平井、タイラ、来い！岩佐だ。なんか岩佐でいいらしいんだよね。なんか情報によると。いいね、いいね、いいね。さあ、誰だい？誰が来るんだい？王さん欲しいなぁ。2チームジャイアンツにしてるからね。さあ、王さん、王さん来てほしい。ローメロ、西川、岡、おお、藤岡びっくりしても来るのかと思ってエースが。福本さん、B、寺島、来い。おお、さあ、3回目。レッツゴー。絶対当たるんだから、絶対当たるからいいよ。S が毎回当たるんだもん。さすが福袋。さあ、あと通常でいったら坂本とか柳田欲しいんだけどね。通常でいけばね。あと山本も新しいよね。欲しい。通常でいけば。
さあ OB ならあと4人を欲しいの。来た。わ、金田さん。わ、金田さん来た。おお、いいね。マッチ、お、マッチ、マッチ欲しかった。お、待ってきた。タイル、お、新人王。S3 枚、やばい。いや、カナダさん、マッチ、タイラ来た。もう、しかも全部いい。2021年来てるで。さあ、次が4回目。いや、福袋最高やな、これ。さあ、調子くん、レッツゴーからの。さあ、いや、マッチ嬉しいな。タイラも新人王で出る、タイトルホルダー出るってことでしょ。わお、いいね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 。さあ、その勢いに乗って、王さん行こう、王さん。あ、カナダさんも手に入れたしね。5分の2来てる、5分の2来てる。さあ、カモン。石見、宮川、平沢、堀江、スパンジェンバーグ、金子。これは1枚か、大山、堀田。さあ、誰だ。伏見、キャッチャー好き。2001年もやっぱりキャッチャー。太田、伏見と、里崎もキャッチャー。ね、もうキャッチャー好きです。2001年。あ、里崎 OB。出んのかな、早く出てほしいね。出るんだったら待ってんだけどね。さあ、一人絶対当たる。5回目、王さん、王さん、あと王さん、福本さん、ジョー、王さん、福本さん、ジョー。さあ、カモン、当たれ。当たらない。さあ、誰が当たるんや。ゲームな。落合さん、 B、 石川、マイケやろ、松山、お、秋山、お、プサンの、ジャイさん、宮川、来い、お、お、福本さん、オッケー、オッケー、福本さん、オッケー、盗塁、世界の盗塁王、わお、いいね。あともう落合さんだけよ、落合さんじゃない、王さんだけ、もう王さんだけ来たら完璧よ。お、調子も絶好調からの2枚引きあんのか、2枚引き、2枚引きあんのかい。さあ、当たれ。ああ、からの、からのにっこりで2枚引き、若月、今度キャッチャー引き、草野、マイケル、メルセデス、宮川、宮川よく来る、三口、ババ、ピッチャーマスク、どこだ、起きた、福田、周平、まあ、ロッテ枠か、うん、ちょっとあれだな。さあ、最後や、7回目、テンション上げていこう。最後誰や、カモン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 。さあ、福よ来い。でもついてる、2021年ついてる。もう王さん来た、大大大大大吉よ。で、よし、笑って、カモン。王さん来たわ、 B やけど、大落合さん A、 OK、 大落合さんの A、 OK、 でも王さん来たで、 B やけど、ついてんのかなこれ、大々吉ぐらいか。さあ最後、カモン。大城、まあまあまあ、いろんなとこ守れるからね、あの使いようによってはいいね。まあまあ、よかったんちゃう2021年。だって契約書で落合さん引いて、福袋でも金田さんと福本さん当てて、マッチとか、まあまあ良かったんちゃう。しかも A もあったしね。ということで、2021年も皆さんに福が来るように、福袋やったぜ。